AJ ユナイテッドウィーレガチャでマック24時間生活。なんやねん今の。恥ずかしいな。特に何にも意味なかったのさ。ということで今回はウィーレアプリの方でですね、シルバープラスというガチャ、まあ、選手が出るガチャがあるんですけども、それを引いてマックの商品をゲットして24時間、まあ、食べて生活すると。ということで、今回のメニューがこちらです。これ知ってますか？この総合値って言われるね、まあ、選手の能力の数値が、まあ、それにちなんでメニューが決定していくということですよ。なるほど。一回引いてしまったらもうそこ消えるんで。だから例えば樹海さんが75出しますよね、はい、うん、ドリンクゲットで OK です。まあこれはサイズとか商品の種類とかまあ何でもいいんですけども、俺が次引いた時に75引いたらドリンク取られてるんでなし。やばいね、これお互いにってのがすごいよね。そう、金とか黒っていうのは確率めちゃくちゃ低いんですよ、うん、出るのが。まあなので実質ドリンク、ハンバーガー、ポテト、この3つ。そうだね、になります。結構過酷じゃない。でしかもこれ外れもありますんで、外れもありますし、引けるのは1回の食事で5回だけ、はい、ということで、はい、朝食からいかぞー。え、カラス？ん？カラス？カラスじゃねえよ。アヒルじゃねえのかお前は。おい、なんで鳥と鳥なんだよ。大丈夫、ハワイ。え、これ何を決めるやつ、ちょっと待って。先行後行です。うわ、やばいやつそれは。じゃあ、いいっすか？ボックスドローですよね。何を引こうとしてるの？何見てんだ。見たところで変わらないだろ、これ。オッケー、じゃあ引くか？引こう！カラスいたないわ。カラスじゃねえんだよ。こちらがウィーレアプリの画面になります。こちら、シルバーボールプラス。銀以上の選手が必ず出ると、はい、やっていきたいと思います。ハンバーガーが75だっけ？ハンバーガーが、77っすね。75はドリンクです。で、79がパテイ。よし、行きますよ、じゃあ。はい、セリア。お？え？色は？インテル来た。アンドレア・ラノッキア。ラノッキア。センターバック総合値76。76はバツっすね。マジかよ。よし、行かしていただきますぜ。バジェロ。バジェロ。バジェロ。ここ先が俺なんだよな。来い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 。黒だ。あ、嘘です、ギネス。あれ、パリ。あ、ラツィオ。ラツィオのパトリ選手。うわー、やっちゃった。76。うわー、ないのここ。ないないない。え、76多いんじゃねこれ。うわ、76多いってさ、ある何が多いとか気にせず作っちゃったからな。そうなんだよ。2回目いきます。黒確定でもいい。やめろよ、ビッグバック確定がけじゃんそれ。おっ、いいわ。そういえばイニゴ・レクエ選手、総合値75です。うわ、ドリンクじゃん。よしよし、ドリンクゲット。さあ、2回目、ゴー。フランス、お、金。え、金のリチーズバーガーだ。フェドル・チャロフ選手。え、マジでチャロフだ。うん、チェスカ・モスクワ、総合値81、センターフォワード。うわー、うわー。ということでダブルチーズバーガーゲット。参ります。 X 無駄ね。私はマックス無駄よ。おい、本人じゃないだろお前。じゃあ、やばい。え、ジェームズ・マッカーシー、総合値76です。よし、3回目。もうここは黒欲しいな。お、なん、うっ、なんか色は赤。あー、銀だ。あるとこ行って。75、フェルナンジーニョ・コンセイソン選手。75はね、もう取られちゃってるんですよ。よし、行きます。金確定。はい、何？金確定じゃない。ダメ。ハポビーの中でどれがいい？ハポビーの中でどれがいいですか？はよ。77。強そう。ウーゴ・ロダジカ、ソゴチ、78です。間貫くね。厳しいね、これ。よし、行きます。金でさ、そこチャロフ引くっていうのがすげえよな。ねえ、だって2700ぐらいいるよ、これ。このガチャ。先輩は？先輩は？まあ、俺そんなにいたら気持ち悪いだろ。あ、ブラジル？ん？お？
ブラジル？銀、銀？銀だ。2位のバラリーバ選手、総合値76。多いね。ダメだ。てか俺さっきからあっぱれサンジェルマンだとか言ってたけど、俺ユニフォームパリサンジェルマンにしてただけだったわ。あっぱれサンジェルマン、ただ恥ずかしいこと言ってる。そういうことだ。俺さ、じゃあフランス来たじゃん、フランスだっつって、うわっパリ行ってくるわ。ハンバーガードリンクとポ瓶に決まってんだろうが。ビールはある？ビールはあり、ビールはありよ、売ってれば。おお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 お、問題は色だよね。76です。え、これビールはありなの？だから売ってればね。そのマックに。さあラスト、マジで金引き来ないかな。ヌーノ・セケイラ選手、はい、総合値75。ということで朝食が僕の方がドリンク、先輩がダブルチーズブルーダーツね。もう一回ちゃんと聞いて。ダブル。ということで、はい、朝食はダブルチーズバーは確か10時半じゃないと実装されないので、それまでちょっと待って、朝食はそちらでやっていきたいと思います。おはようございます。おい、体に悪いぞ、こんな朝っぱらから。こんな週8で行ってた男がなんで今日コーヒーなんかで落ち着いちゃってんねん。大人は黙ってコーヒーだな。ということで私はカーフェインホットです。ダブルチーズバーガーってこんなちっちゃいっけ？じゃあなんかバイダブルチーズバーガーになれてるのかな。なんかすげえチーズを感じてんだよね、ほんとに。 KP KP 水もらってきました。ドリンクゲットできなかったんで。なるほどね。ああ、じゃあということでダブルチーズバーガーいただきます。こんな感じですね。なかなかうまそうだね、それ。すげえチーズうまそう。もうダメ。最高。何本に見える？2、どこかおかしくなってるような。おい、ごちそうでした。いや、俺なんか A さんガチャ運だけは本当にないと思ってるんですよ。それはもう何も言えません。うん、俺が逆に待ってるパターン珍しいっすよ。撮影しながら飲むから大丈夫。アップだよね。ということで、はい、ごちそうさまでした。はい、ジブリをご覧の皆さん、こんにちは。カボナシじゃないんだって。ということで、午後3時過ぎになってしまいました。次は先輩からだよ、聞いちゃってくれよ。行きたいのはポテト。行きますぜ、旦那。行こう。あんたの旦那になったことは一度もねえよ。いや、夢の中ではなってるよ。やめて。あ、ブラジル、シルバー、2位のパライーバ選手。75? 76です。あぶねえ。行くぜ。えい。どう？マティウ・カーファル。ん？総合値。マティウ・カルバハル。カルバハルです。はい。総合値は75です。またドリンク取るの？俺から。No, no, 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 no. ドリンク。Repeat after me. ドリンク。はい。最低限のタイミングあるだろ、それ。味のミニ ZR、こちらの商品を差し上げます。懐かしいな、フェンドバッグ。ドリンクはゲットできたけど、先輩この辺で金引いてくるんだから。そうなんだよ、ここら辺で引いちゃうよ。引きたいよ、引きは。ブラジル。あー、違う、これグレミオか。マテウス・ジ・ソーザ選手、センターミッド。76。いや、何ですか。何ですか。え、何なんですか、結局。やっぱ76多いやん。76多すぎるんだけど。うわ、ちょうどいいとこに俺ら罰持ってきてる。いきます。あ、だからポールセンとか確か77とかだった。あー、そうだ、なんか似たような感じ。レモンフロイラー、そこち78です。いいとこ行ってんだよな。いきますか。黒きたらビッグマップ。すごいよ、ね、あー、色がガー銀。セルジー・シドルチュク選手。あっ、え、77です。ハンバーガー来たぜ。うわー、取られたか。さあ、レイさん、ということでそろそろマック食わないと。ちょっと待って、マジで俺、レイさん、まだドリンクしかないよ。顎を使いたい。だけどもう銀でのハンバーガーないからね、マック。ああ、そうじゃん。ポテトしかない。うわー、ポテト欲しい。ポテト79。75だ。やばい、これ液体生活始まるわ。俺のポテト頼みます。79。ポッタイタオ、どこ？あ、イングランド。楽天カードもー。